縦波長族は、縦波長か縦波長赤を分類する、やからの一つである。一般的な名前には、アドマールズ、アングルウィングス、コマス、トータスシェルズなどがあるが、これらはいずれも、特定の族に、固有のものではない。アングルウィン・バタフライズの名前は、ラテン語のパプリネイス・アングヤラティ、ドニアンド・シファーマラーの、英語訳である。 角のある翼の形状の全体的な類似性に、基づいて、パピリオアッテランタ、ピアンチオパ、ピカルデュー、ピ e シアルバム、ピイオ、ピパリクローローズ、ピリティケイ、ピザンターマラス、ピーボウルバム、ピレバナ、ピプロシサの総称が、パプリネイスアングヤラティである。また、パプリネイスアングヤラティという用語は、系統群にのみ適用されるように、再定義された。ニムファリス、 パピリオアッテランタ、バネッサ、ピーカルデュー、シンシア、ピーレバナとピープロッサ、アレスコーニア。北半球に生息するニムファリンバタフライズの単系統群のグループは、翼のギザギザの輪郭と、冬に冬眠、休眠状態で成虫として生き残る能力によって、特徴付けられ、様々な避難場所に隠れている。この族の蝶に共通する特徴は、 翼の複足の色と反転であり、冬眠中の蝶を隠すのに役立つ。アルファベット順に掲載、短型の属チグリジアは、コリバーラ族の近くの非常に基本的な支流として、ここに配置されることがある。また、関連する、縦波アカキーニー族にも配置される。化石からのみ知られる、戦士時代の族は次の通り、ありがとうございます。